日本刀、世界に認められている日本のアートの一つである。その精神ルーツは神話にまで遡る。見るものを魅了し続け、昨今海外でもアートとして広く受け入れられだしている。神話の時代から現代まで受け継げられる刀剣文化、なぜ合戦などの争いのない現代でも脈々と技術が途絶えることなく作り続けられるのか。今回は日本で始まりつつある新たな挑戦に迫る。そもそも日本刀にはどのような特徴があるのだろうか。イギリス出身の日本刀研究家ポール・マーティンさん、彼はこう語っている。各国の文化とか刀、騒動がありますですけどね、理想的にそれぞれの国の刀鍛冶さんの目的は、折れず曲がらずよく切るの刀作る目的ですけど、でも日本刀はちょっと違うと思いますね。日本人が実物の鉄の瓶も認めているし、さらに日本人の精神も込めている。本来武器であった日本刀にはアートとしての側面が色濃く残っているのだ。ではいつから誰によってその芸術的価値は認められていったのだろうか。突き進めていくと、おのずとある人物にたどり着くことになる。第82の天皇、後鳥羽上皇。後鳥羽上皇は日本の歴史上では承久の乱、新古今和歌集で知られている。上皇は歴史上まれに見るほど武芸や和歌に秀でた存在であり、現代におけるアーティスト的な存在であったとも言われている。その理由として挙げられるのが壇の浦の戦い。平家が滅亡した際、81代天皇とともに三種の神器は海に沈み、必死の捜索にもかかわらず、そのうちの宝剣だけは海中から回収できなかったことが、さらに深い愛を誘ったのではないかとも言われている。上皇の作った刀は菊御作と呼ばれており、重要文化財に指定される作品もあるほどの名刀だ。現在皇室の紋章として扱われている菊の御紋、800年前の後鳥羽上皇の菊御作の御紋まで、その起こりを遡ることができる。さらに後鳥羽上皇は五番鍛冶と呼ばれる全国のえりすぐりの刀匠に自分の目にかなう新作の日本刀を作らせ、上皇に仕える武芸や武将に渡した。古の心と新しい感性を組み合わせ、時代を超える美を追求した後鳥羽上皇。その波は刀剣文化にも及んだ。上皇と宝剣の伝統なくしては、日本刀がここまでの神秘性、芸術性をまとうことはなかったのかもしれない。しかし、時を経て刀剣文化を取り巻く状況は、危機的変化を迎えている。全日本刀匠会の資料などによると、刀匠をはじめ一振りの日本刀が完成するまでの各工程を支える職人の数は減少傾向にある。一度技術が途絶えてしまえば、その再現は困難を極める。追い打ちをかけるように伝統の日本刀作りを経済的に厳しくしていると言えるのが外国製の刀だ。
これらの刀が日本刀と称して販売されている。現在まで紡がれてきた日本の刀剣文化は、その存続が危ぶまれているのだ。2023年5月、おごそかな空気の中、とある小さな離島の神社に一振りの日本刀が奉納された。海士町沖神社。海士町は日本海に浮かぶ人口わずか2300人の小さな離島だ。この島ではかつて承久の乱の後、後鳥羽上皇が都から離れて過ごされた島だ。上皇は日本の政治史の表舞台からは離れたその後も、芸術の才能を遺憾なく発揮。最後の時を迎えるまでの19年間を、この海士町を拠点として過ごしたという。そんな後鳥羽上皇ゆかりの地である海士町で、日本刀をアートとして見出した足跡をたどり、再び日本刀文化の潮流を起こすべく、新たなプロジェクトが始まったのだ。一振り目を担うのは、日本が誇る名将、月山貞俊。平安時代から続く月山派の当主であり、極めて優れた実績を持つ刀匠として、先代であり日本国宝にもなった月山貞俊氏に続き、一門を代表して沖神社の神前にふさわしい作品を作る現代版五番鍛冶に任命された人物で、土の根と炎の光を言葉に届かせたい、心血を注ぎ鍛え上げられた日本刀がついに奉納された。今回は月山貞俊、私の師匠の作品になりますが、太刀を制作させていただきました。刀身に現れる刀の鍛えた時にできる肌ですね、地金、これを見るとその刀の特徴がよくわかります。この刀は刀身の元から先まで波のような地鉄の肌が現れているので、これを見ると、あ、これは月山の刀だなっていうのがすぐにわかるわけなんです。平成五番鍛冶の月山貞俊が作った刀だなっていうことが、後の時代にもここの銘を見なくてもよくわかるわけなんです。一連のプロジェクトは後鳥羽上皇に伴い新五番鍛冶と銘打たれた。月山貞俊氏の作品を皮切りに、現代の名匠により作られた十二振りの日本刀の奉納を目指す。で、日本のアートって一番そのすごいの何かっていうのは、アートの最高峰に日本刀があって、それはなぜアートの最高峰かっていうと、日本ができた時から刀と共に歩んでるから。そのアートの最高峰の自分でも作った天皇様として知られるのが後鳥羽上皇。だから後鳥羽さんの後をたどり、また後鳥羽さんの五番鍛冶伝承の作品に触れると、きっと日本人のコアな精神文化に触れられるんじゃないかなと思います。日本芸術のさらに日本文化そのものの中心ともいえる存在、日本刀。いち早くその芸術性を認め、日本刀の歴史を語る上で必要不可欠な人物、後鳥羽上皇。800年間脈々と受け継がれてきたその思いが、最後に過ごした土地で再び動き出したのである。
日本神話に登場するイザナギ、イザナミの二神は刀剣を用いて日本という島国を生み出した。日本には現在1万4000を超える島があるが、古事記によると3番目に生み出されたのが沖だという。我々は刀剣と沖の因果を感じざるを得ない。